右サイド深いところパス回していきます。スルーして小松の仕掛け、深いところマイナスのボール、シュート決まった。先制は FC 琉球、枝本雄一郎。枝本が待ち構えていた小松のこの仕掛けからですね、マイナスのボール、クリアミスを冷静にゴールに流し込んでいった。こぼれ球、枝本。